この清掃スキルでいいわって例えば思った瞬間的に多分売り上げも技術も落ちていくと思います。私がオーナーであればそんな人にはお願いしたくないんですよ。自分が目指していくことにサポートをしてくれるっていうのはそこがめちゃくちゃ強みやと思います。やって間違いないと思います。お疲れ様です。イキイキ行列のできるフランチャイズホームのゴリピーです。今回はですね、先輩のパイオニアさんに来ていただきましてお話をしていこうかなと思います。それでは今回ご参加いただく信田さん、自己紹介をお願いいたします。信田健二と申します。息子の信田和也と申します。地区は京都地区ですね。加盟が5年です。息子は半年ぐらいです。ちなみに普段お二人一緒に動かれてらっしゃるんですか？バラバラですね。わかりました。ではちょっといろいろとお伺いしたいと思いますので、お二人今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。では最初にですね、カバオールに加盟される前っていうのはどういったお仕事をしてらっしゃったんでしょうか？トラックの運転手をしてました。それは何年ぐらいされてらっしゃったんですか？10年ぐらいですね。それ以前っていうと何かされてらっしゃったんですかね？自営業をやっておりました。お話できる範囲でいいんですけど、どういったお仕事されてらっしゃったんですか？レンタルビデオとか販売ビデオ営業しておりました。それは長くされてらっしゃったんですか？24歳で独立してそこからやってました。ずっと20年ぐらいですかね。そこからこう運送業に変わられたのって何か事情があったんですか？めちゃくちゃな事情があって倒産しました。それはなんかこう時代の波とかそういったところだと。時代の波プラス分けありで。なるほど。運送まあ15年ほどされてたっていうことなんですけど、転職って考えたことありました？運送会社に来てる方がカバーオールの方やったんですよ。清掃されてる方は。あ、そうなんですね。会社がなんと倒産するってことをそのお掃除の方にちょっと内緒で言ったんですよ。お掃除の仕事って大変ですけどどうですかって聞いたら、いいと思いますよっていうふうに教えていただいたんですよ。ご質問されたのは興味があったってことですかね？僕は何か独立したいなってやっぱりまた考えてましたので、 FC の本みたいなやつが出てた時にね、大吉カバオールが出てましたので、でそれをまあ見てまして頭にはありました、はい、直接やられてる方にお伺いすると雰囲気が良かったので、たまたま聞いた方も以前ご商売されてたと。いいですよってなかなかでも言わないと思うんですよね。5年以上やってるって方やったので雰囲気もいいし、これは心配ないなと思いまして、加盟したいなっていうのが 100%。 もう他は見ず。実際こう本部に行って話聞いてみてどうでした？会社側と FC のねパイオニア側とはまたちょっと違うのかなと思いながら行ったんですが、さらに入りたくなって、とりあえず入れてくださいと、ここしかありませんからお願いしますっていう感じで拾ってくださいみたいな感じで行きました。そうなんですね。独立やってみて現状はどうですか？最強ですね。最強ですか。ちなみに今売り上げいくらぐらいですか？2000万ぐらい。息子が加盟したのでこれからも伸びていくかなっていうところですかね。伸ばしたいです。京都に言っておきます自営も会社員も経験された信田さんだからこそ分かると思うんですけど、会社員に戻りたいとかって思うことあります？ 0% です。他にあるんならば何か教えてほしいぐらいのレベルですけれどね。 ありがとうございます。他のフランチャイズと比べることもなかったということなので、そこに関しては他のフランチャイズと比べてっていうところはないかなと思うんですけど、自分でやってた時は FC のあれもいろいろ聞きに行ったりとかしてたんですよ。実際やられてる方とも何回もお会いしてどうなんだっていうのをお聞きしたりとかしてましたね。ちなみにその時聞いてたフランチャイズって、例えば、名前出せれば名前出していただいて構わないんですけど、どういうところを話聞かれてたんですか？ゴルフパートナーとか、はい、ゴルフキッズさんとか、ローソン、セブンイレブン、ファミリーマート。見に行ってたのは店舗商売系が多かったような感じですかね？そうですね。実際じゃあ、カバオールを選んでいただいて、入ってもらったわけなんですけれども、実際フランチャイズオーナーって本当に稼げますか？稼げますよね。自分の腕次第やと思うんですが、100% ね、カバオールに委ねるっていうのは、危険やと思うんですよ。自分のスキルもやっぱり上げないといけないですし、100% 保証っていうのはやっぱりあるんですけども、それに頼ってたらあかんのかなって自分では思ってます。息子さんちなみに入られ、はい、まだそんなに時が経ってないということなんですけど、もともと会社員とか何かされてらっしゃったんですか？専門学校出てすぐトレーナーの職業についてて、はい、ライザップみたいな業務委託っていう契約上なので、はい、やればやるほどお金が儲かるっていうシステムだったので、そこから独立したんでほぼほぼ変わらなかったんですけど、父親の姿見てたり経営の取り組む姿とか、10歳ぐらいの頃を思い出すとすごかったなとか思うんですけど、規模はやっぱりちょっと小さく
くなりましたけど、眼差しが一緒なので、俺のやることだけ見といたらええねんっていう、まあ熱い部分があるんですけど、そういうの嫌いじゃないので、半年間はなんやねんって思う場面もありましたけど、もう全然楽しくやらさせてもらってますね。めちゃくちゃ嬉しいと思いますよ、お父さん。めちゃくちゃ嬉しいです。ですよね。はい、お邪魔します。営業不要売上保証のお掃除フランチャイズ大吉カバウルの加盟オーナー大募集中です。詳細は概要欄から。事業継続率ナンバーワンのフランチャイズがここにあります。ちなみにお父さん、こうやり始めて5年、なんかこうオーナーになってから辛かった経験とかってありますか？辛いのが楽しいというかね、ストイックなのかわからないですが、これを乗り越えたら何かがあるみたいな、真似できへんようなことではないんですよ。誰でも越えれるような壁だと思うんですが、トラックの運転手から清掃なので、全てが壁というか、やったことがないことばっかり来るので、無理なような壁ではない。清掃の仕事ってどう感じられてますか？はい、なんかいいところと悪いところあれば。前の仕事に比べたら、私はトラックの運転手だったので、お手洗いだとかそういうのは汚いなっていうのは初めに思いましたね。いいところっていうのは自分のビジネスなので、やればやるほど伸びていくと、ヒールも上がっていくというところがいいところではないでしょうか。ありがとうございます。最初のこう研修で学んだことって、実際現場でどれぐらい役に立ちました？これは何の薬剤で落ちるのかとか、そういうのはやっぱ研修で習いますので、研修があってよかったなって思います。実際にこうデビューしてからの本部のサポートってどんな感じですか？例えばこのエンボスシート汚れが取れないと、一回やってたけど取れへんと、どうしたらいいですかっていうのを相談すると、すぐに答えてくれて、じゃあこの薬剤使ってみたらどうですかっていう風に教えていただいて、実行すると不思議なことにめちゃくちゃ綺麗になるという、すごいなって思いましたね。サポート自体は結構満足できるような内容ですか？そうですね、そうじゃないとできてないというか。今現状って本部とのこう連絡の取り方とか頻度とかってどんな感じなんですかね？はい、今はたまたまね、アルカリ電解水っていうのを本部の方にいただきに行ったりとかしてるので、お邪魔することが多くて、事務員さんの方とかすごい親切にやってくれるんですよ。これマジで、私パソコンが苦手なんですけども、めちゃくちゃ教えてくれますね。お掃除だけじゃなくて、そういう事務作業系でもまあサポートしてくれてると。やらないといけない仕事ですから、はい、なのにそういうとこまでサポートをしてくれるっていう。強いて言うなら、なんかこうデメリットとかメリットとかっていう比較面ですね、何かがあれば教えていただければなと。もういいやって思ってたとしたら、目減りはしていくと思います。自分がこの清掃スキルでいいわって例えば思った瞬間的に、多分売り上げも技術も落ちていくと思います。私がオーナーであれば、そんな人にはお願いしたくないんですよ。本人の意識が大事っていうところのお話ですね。違いましたよね。いやいや、全然全然。カバオルやっていただいてる中で、まあ、これだけこうお褒めいただいてるわけなんですけど、他のフランチャイズ気になるなとか、見てみたいなと思うことってないですか？目指してます、売り上げを上げたくて。よそ見をしてないというか、その答えは答えられないというか、不器用なもんで、いろんなもことができないんですよね。本当に今はもうカバーオールでどこまでいけるかをまず突き詰めていきたいっていうところに集中されてる。そうですね、まあそれ以外であれば、嫁と一緒に喫茶店でもしたいなって思います。それは多分将来的な夢としてっていう感じですかね。あ、そうですね。奥様も仕事はされてらっしゃるんですかね？はい、やってもらってます。あ、奥様と息子さんと3人でされてらっしゃる中で、身内で一緒にやることによって、なんかデメリットとかって起きたりしてますか？デメリットしかないと思います。甘えるんで、最大のデメリットだと思います。妻には私が入った時に、サポートはしてもらわなくて大丈夫やでって言ってやったのに、はい、今はサポートしてくれてるので、感謝はめちゃくちゃしてます。さっきちょっと冒頭でこう甘えっていう話があったんですけど、その甘えに対して何かこう対応策があれば。自分の仕事やでって思わせることやと思います。責任を持たせるということですね。自分に返ってきますからね、全てが、はい、それでダメならば自分で多分去っていくと思いますし、はい、どこまでストイックに言ったとしても、やっぱ親子なので甘えるとは思います。そうですね。じゃあお父さんの厳しい言葉を聞いて、息子さんいかがでしょうか？ほんまにやり始めの頃とかは、何やねんこの親父みたいなもうやり始めた頃はそんなんばっかりでしたけど、月日が経つにつれて、ストイックやなとか、すごいなとか、メンタル面っていうか、僕に対しても母親に対しても結構不器用な方なんですよ。まあでも本社の方とか愛想でいいんですけど、身内になるとすごい不器用な部分があるんですよでもそんなんは置いといて、人としてかっこええなっていうか、お父さんやなって感じがどんどんするんで、あんまりやるぞみたいなもう構えず、意識せんとやってますね今は。こんな褒めたらカットやん、ここ。
めっちゃいい親子ですよね。実際こうカバールを5年やっていただいて、はい、加盟してのこう満足度10点満点で表すすると何点でしょうか？ 10.5。 10点超えてる。自分に甘えない自分がここにいる、それしかないですね。自分に厳しくした結果自分にまた返ってくるからこそできるっていうところですかね。はい。最後に後輩になるかもしれない視聴者の皆さんに先輩として一言お願いします。カバーオールは僕も初め不安で運転手から入ってますので、掃除っていうものにゼロやったんですよね、知識が。 FC っていうことでいろんな先輩もいるし、会社の方がサポートしてくれる 100% 保証よりも自分が目指していくことにサポートをしてくれるっていうのは、自分の商売した時にはそれはないと思います。カバーオールっていうのがサポートをしてくれる、そこがめちゃくちゃ強みやと思います。やって間違いないと思います。ありがとうございます。ということで今回はですね、信田さん親子に来ていただきまして少し対談をさせていただきました。今回の動画見ていただいてですね、いいなと思った方はぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。ということで今回もゴリピーでした。ありがとうございました。ありがとうございます。